ゆうさん、この辺どうでしょうか。いや、この一日は濃い一日だなと思いましたね。多分一日ではこんなことできないですね。というのがまあ最初の印象なんですけど、まあ鶴岡八幡宮がそのお寺だったっていうことをね、明確に表しているところだなというところですね。で当時その最小王教とか二王教とかって出てきましたけど、まあその3つがいわゆるその国を治めるために有効でありっていうか、まあ鎌倉のそのまあ当初の仏教に中でも有力だっていうことで人気があったお経だったので、それをまあいろいろ念じて、お願いをしたっていうところもありますよね。でいよいよ富士川の戦いが近づいてきまして、より清盛の平家の正規軍が、いよいよ駿河のまで来てるということですね。数万騎っていうのはね、またありますけれども、まあ、そういったところもありますし、あとはその六所神社の、六所の宮っていうのが、まあ、六所神社のことが、ありますけれども、あの辺りも結構その歴史的な、ところがまだ、残っているところでもあって、興味深い、記事でもありますね。箱根神社に、まあ、領地を寄進するっていう話もあったりとかですね、そういったところも、なかなか。神社ってどこですか。徳勝神社ってね、場所的にどこかな、あそこ、六ヶ所神社があるうちの、はい、その取りまとめ的な神社なんですけど、どこだったかな、どこだ、平塚、平塚より、大磯だったり、大磯だったり、もうちょっと、結構相模の国の西の方なんだ。一回でお参りしたことがあって、ちょっと面白い歴史だなと思って、なるほど、6カ所に神社があって、それをまとめて、統括してるみたいな神社が六所神社らしいんですけどね。なるほど。大磯ですかね。ね、あったような気がしますね。ちょっと皆さんに聞きたいのがですね、これ鶴岡若宮って出てきてるじゃないですか、我々鶴岡八幡宮って言ったりしますけど、鶴岡若宮っていう言い方って、元八幡とか下若宮とどう違うんですか。わかりません。もともとほら鶴岡八幡宮の鶴岡って、その元々のね、元八幡のことだっていうじゃないですか、それを小林号に移した、で小林号の方は大神山っていうんでしたっけね、別に鶴岡じゃないじゃないですか、だからこれ鶴岡若宮においてって新しい方なの古い方なのってちょっと疑問に思ったんですけど、確かに後世に書かれてるから、あれですけど、時代当時の呼び方としては鶴岡が入ると新しい方という解釈ですね。なるほど。でも後世鶴岡八幡宮がその、今の場所に移されてからの記述だと考えると、若宮っていうと由比の若宮の方になりますね。若宮ってね、古い方っていうイメージがあるんですけどね。このあたりちょっと詳しい方いたらぜひちょっと教えてほしいですね。ちょっとって思いました。これどっちだろうってね。あとちょっとそれが気になったのが、これいろんなところに寄進してるじゃないですか。で前に天の国にいた時も結構あちこちに寄進してますよね。しかも家臣の土地を勝手に、勝手にじゃないかもしれないけど、まあ自分がもらった土地なのかもしれないけど、それを神社にね寄進するっていう自分の名前でね。今回もそんな気がプンプンしませんって、小田原でしょ、だって桑原って、で、あとこの後早川だって土井の実平の、そうですよね、ね、でしょ、それ自分の土地じゃないじゃんって、頼朝の名前で寄進してるけどって、これだから家臣が、まあ、自分の土地を、頼朝に寄進して、その頼朝がそれをじゃあ神社に寄進しようってしてるのか分かりませんけど、自分の土地じゃないですよね。ね、完全にこれはフライングっていうか、いや多分、まあ実態としては家臣がその頼朝に
寄進したというか、まあ、あの主人なんで、あのうちの土地は どうにでもしてください的な感じだったのか分かんないですけど、でここでちょっとそれがしが思うのは、うん、あやっぱりまだ鎌倉に入ってないんじゃないかなって気がしてます。なんでかっていうと、これまだ所領の分配が行われてないんじゃないかって、うん、この時点で、所領の分配が行われてるんだったら、大場の影近とか、畑野の義経とかの土地を、まあ、敵から奪った所領の中から土地を寄進できるのに、家来の土地を寄進してるってことは、まだ分配が行われてないんじゃないかって。なるほどね。だから敵と交戦中だし、まだ、ってことは鎌倉に入っていろいろやるのはまだ早いなって感じが。じゃあどこにいたの？どこにいたんでしょうね。まだ都内とかにいたのかな。都内じゃんそのその辺がいろんな人のこう、だからほら阿波にいた時も厄介になってじゃないですか、いろんな家臣の屋敷に転々としてた、居候的な、居候的に転々としてたんでしょうね、と。でだってこの先だって京都まで行く気で満々なんだから、腰落ち着けてないはずなんで、頼朝はね、はい。さあどうですか。吾妻鏡に言われてる通説をちょっとこうひっくり返しちゃうっていうかね、まだ頼と腰を下ろしてないはずなんだけどなっていう、というところ、そこを考えるとね、やっぱ疑問がいろいろ出てくるっていう感じしますよね。さあポイントどうでしょうか。そうですね、吉田智子久しぶりって平仮名、私下文で読んじゃったから、ごめんなさい。はい、で沢一休さん、六条神社は大磯あたり、あ、大磯、ありがとうございます。あと今の雑色駅のあたりには雑色が大勢住んでいたらしいというが本当か。へえ、雑色だった、大勢住んでた。根本さんが詳しい理由は分からなかったですが、雑色がたくさん住んでいたので、その地名になってた。シャンさんは寄進させることで権威を示そうとした、そしても早すぎると逆効果ですし、なるほどね。はい、時間は49分50分、もうすぐなので、49分50分、ではそろそろね、いろんな宣伝もしていただければなと思っているので、これまでいろいろとこう侍気分のね、成り立ちとか、小西龍介さんの生い立ちなんかもちょっと聞いてきましたけどね、どこで生まれ育ったかなども聞いてきましたんで、まあでもちょっとその辺も知らないとも言うんで、8時以降はちょっとその辺話してないんで、もう一度ちょっと、ちょっとプロフィールを、プロフィール的な部分プラス、ちょっとこの今後お店をどうしていこうかなとか、それから一押しのこれはっていう宣伝とかあれば、そういうところにお話つなげていきたいなとも思ってるんですけど、じゃあちょっと簡単な生い立ちプロフィールからもう一度ですか。生まれは新宿でしたもんね。生まれは新宿ですね。でその後はあの鎌倉の方に行って、で何ですかね、ずっと大学ぐらいまでは鎌倉にいました。で働き出して都内に移って、でそっからずっと都内ですけど、今ちょっと実家が空いちゃってるのもあって、鎌倉と都内をあのお店を行きしてるような感じですけど、まあ友達は結構鎌倉にまだ住んでるやつが多いので、商売やって、それこそ小町通りでテナントでウハウハの人もいますし、そういう人がいますね。いやーいいなー、羨ましい。この前あの話してて、はい、あの鎌倉混んでるってテレビでやってるじゃないですか、よくあのニュースで、そうすると。チャリンチャリンって音が聞こえる。実際は混んでなくても、混んでる幻想の町鎌倉みたいな部分があって、やっぱりそういう、出ましたね。まあだってお客さん来なくてもいいんですもんね、最悪ね。だってテナントはほら、ね、テナントは入ってる人がお金を納めてるから、お客さん来ようが来まいが関係ないみたいなね。いいっすね。羨ましい人います、ね。羨ましいっすね。本当の鎌倉殿です。いやー、そうなってみたいな。ねえ、すごい。はい、それで、まあ、ずっと鎌倉に生まれ育って、あ、まあ、生まれ育ってね、新宿から来て、小学生から、第二小学校に通いつつ。第二小学校です、ね。中高はどちらに高校はもう東京の高校に行きました。もう割と通いで、鎌倉から都内に通ってました。それで今も東京から結構お店に来
通うのが苦じゃないかもしれない、うん、なるほどなるほど、慣れてしまったかもしれないです、ね、ちょうどその時はあのまだ横須賀線ものんびりしてたんで、はい、あのよくあの電車の中でお弁当食べてる人たちがいました、うんうん、そうですよね、うん、だってなんかテーブルじゃないけど、そうテーブル、そう、席でした、ね。そう、灰皿とかもあって、そうそうそう、ね、テーブルになってて、なんか、うん、なんかママのところにこうやってカチャッとかってあげると、そう、なんかこうやって食べてたりとか、で昔はだいたいあの、まあサラリーマンの人だと奥さんが車で運転して、うん、旦那さんを鎌倉駅のロータリーのところで運び入れて、うん、でいうパターンが多かったです。うんうん、煙がまだすごい。頃ですか、ね、電車とかバスに灰皿がついてて、そうそうそう、すごい煙で飛行機までついてました、飛行機がついてました、みんなついてました、ね、さあそして今やもうね鎌倉では知らない人はいないぐらいの侍気分というお店を、まあ、されてるわけなんですけども、これなんか一押しの商品、今これは売り出し中だよとかありますか。今ですか、うん、今一番人気が高いのは鎌倉幕府滅亡T シャツ、滅亡あやっぱアニメの影響なんですか、それとも、多分そうだと思います、前結構前に出したんですけど、今の方が人気があります、うん、あの丸いあれに、そう丸い中にあの勉学舞う高時とかそういうの、そうですよね、はい、前からありますもんね、はい、サイブレイクそうですね、アニメーションのおかげだと思います、なるほどね、アニメのおかげで再ブレイクを果たして、はいはい、そうですね、じゃあ、もしかして売り切れちゃうとかありますか。いやあの売り切れたらまた、はい、しこしことまた、入荷します、ね、なるほど、はい、じゃあまあ見ていただいてる方はね、はい、ぜひお店に行って買っていただければというところですね。はい、他になんか宣伝ありますか。そうですね、宣伝、うん、あるいは今後お店はこうしていきたいなみたいな、うん、ほら先ほど、まあ、3年ぐらいでもしかしたら終わっちゃうかもしれないって言ってたけど、そもそもその発想で、うん、はい、やったんで、この後の展望みたいなものは、展望ですか、うん、展望はやっぱりあの、まあ、これ別に僕がどうこうってわけではなくて、はい、やっぱり鎌倉にあの歴史を求めて来てくれる人が増えるといいなとは本当に思います。なんか言ってましたよね、鎌倉に来るで、うんうん、歴史求めてくる人は100人に1人やった、本当に本当に大体そんなイメージ、うん、大体カフェ、そうですね、カフェとかね、スイーツ、うんうんうん、なっちゃったんですね、うん、でもあのコロナ禍でお店拡張されましたですね、そうですね、あの、ね、ちょうど大河ドラマも、ね、あれもすごいなと思って、うん、すごいですよね、うんうん、あれはまあ焼けクソですね。焼けクソ。あれでも隣は何だったんでしょうって最初。そう言われると隣が何だったか全く覚えてない。ね、パワーストーンみたいなお店です。ああ、はい、うん。そうだったか。はい、全く覚えてないです。もういつの間か広がってたって感じ。あれ、あれでかくなってるよみたいな感じです。ね、ああ、なるほどなるほど。まあでもその一翼は確実になってますよね。侍気分に行こうっていうのはやっぱり歴史にね、うん、興味のある人が必ず行ってるってことにもなりますし、行ってみたいって人が結構いるから、うん、ね、はい、ということで皆さんもね、ぜひ鎌倉に来たら侍気分に寄っていただいて、いろいろグッズを買っていただければと思います。思います。さあ、あと何分でございますか。56分ですけど、根本さんが11月4日の鎌倉散歩には参加予定です。え、本当に？おもやん？出ます。おお。根本さん、あの11月4日のゆるかま散歩は、うん、あの新田神社なんですよ。鎌倉じゃないって。鎌倉散歩じゃなかった。そうなんです。大田区でした。大田区の新田神社に行った神社ですか。じゃあ、この後ちょうどいいのでね、まゆげみさんからじゃあ宣伝を。そうですね、宣伝します。はい、今言いましたけど、11月4日に、お散歩で、うん、今回はその新田義興の祀られているあの東京の大田区にある新田神社の周辺、うんうん、をあの歩きます。でちょっとね、近くに多摩川が近いんですよ、うん、で多摩川大公園っていうのをちょっと電車乗っていくんですけど、そこまで行ってあの古墳博物館があるんですよ。それがまためちゃくちゃ面白いので、うん、あのぜひそこもみんなで行って楽しみましょう、うんうん、で11月の話し会は、19日の火曜日に、うん、北条義時の妻と子供たち、
北条こそ鎌倉で最初の台湾リスだったと思うんですね、私。うん、これ言って分かる人は鎌倉近辺の人かもしれないんですけど、まあそんなわけで北条義時の奥さんたちと子供たちをちょっといろいろ調べて、みんなで博多でやりたいと思ってます。うん、いいですね。お願いします。じゃあ結構ざっくり北条をテーマ。そうですね。はい、まあ、でもあまり本当に妻と子供たちにだけスポット当てますから、そんな感じです。なるほどね。はい、じゃあ まず詳しくはね、うん、また告知しますので。さん、はい、私はちょっと11月に入っちゃうんですけれども、11月の3日がちょうど連休の真ん中なんですけれども、うん、大船のハイウェブさんで、はい、鎌倉の講座をやりたいと思ってまして、私も行きます。ありがとうございます。うん、でちょっと今回はですね、ちょっとマニアックに鎌倉で見る建築についてちょっとお話をしようと思ってまして、いわゆる、建築っていうと、禅宗の建築とかってパッと出てくると思うんですけど、うん、それぞれ禅宗のお寺の建築だとか、あと日蓮宗のお寺の建築までちょっと触れられるかわかんないんですけど、それだけじゃなく、例えば三河屋さん、若宮大手の三河屋さんの、いわゆる、昭和初期に建てられたような建物、あとは長谷の観音様の通りに旅館がありますけど、建築の特徴だとか、あとは流行った和風の家に、洋風の、建物を増設してくっつけてっていうハイブリッドの建物、そういったところのちょっと面白話をしようかなと思ってます。はいはい、大正建築。そうですね、大正建築とか昭和建築とか、そのあたりの話をちょっとしたいなっていうところがありまして、今ちょっと頭をひねっているところでございます。はい、であとは11月になっちゃうんですけれども、講座渋谷のカルチャーセンターの方で、江戸のちょっと、講座をするというところで、最初は浅草と両国だったかな、の話をして、浮世絵とか、古地図から、現代と比較っていうんですかね、比べてみながら、浮世絵の描かれたところは今こんなになってますとか、こっちで、表現されているところは今こんなになってますっていうのを、面白く、ご紹介する講座を、講座渋谷にあるカルチャーセンターの、障害学習センターさんかの方で、行おうというところでございますので、ちょっと大和市民の方優先ということなんですけれども、ぜひ、インターネット配信も確かあったと思うので、ご関心になる方はちょっとそちらの方ネット検索等々していただいて、ここにも告知が出ますけれども、はい、出る予定ですけど、はい、というところでございます。はい、はい、ありがとうございました。なんかコメントとか質問とかありますでしょうか。全体屋さんが、私はその100人の中の一人ですよ、うん、私もです。そうでしょうね。沢一休さんがそれがそうですね。沢さんもですね。高橋さんがまた侍気分に行ってみようかな。高橋さん来ます。そんな感じです。あ、でなんか、あ、根本さん、鎌倉じゃないか、はい、そうなんですまあでもぜひぜひね、ぜひ新田の方にね、ご興味あったら、新田も面白いですもんね、うん、そこの新田神社の興味あるな、そっか、2、3、4の3連休なんですか。そうなんですよ。なるほどね、そっかそっか、うん、さあということでね、お時間ですか、そろそろ時間過ぎて過ぎちゃいましたか、うん、はい、ということで第28回鎌倉の歴史雑談番組武士トークでございました。次回は2週間後ですので、いつだ、調べてもらってた29日か、あ、10月中にもう一回あるんですね、はい、うん、10月中にもう一回あるんですね、29ですね、はい、10月の29日ですね、はい、はい、ということでまた2週間後10月29日にお会いしましょう。今日も皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。誠に片付けのございました。さらばじゃー。